あ、もうだから青も200色あんね。青もあるんだこれ。青いアンミカだ。コンタメ。さあ今回もコンタメ始めていきましょう。あかりんです。たくみです。青い本を紹介してみた。はい、説明不要。説明不要。あかりんの面から青い本を、今回たくみさん3冊、あかりん3冊でお持ちして、はい、青いねっていう回です、はい、真っ青になるわけですね。真っ青になりますよ、はい、なんか黄色の時はちょっとね、なんか審議みたいなのもありましたね、うん、覚えてないんで覚えてないです ご確認ください、皆さん。そういうこともあったので、はい、より青く、青い本、今日はとにかく青い本、そう、はい、持ちたい。いいでしょう。はい、いいですか。はい、選挙でどうぞ。結構青いよ。大丈夫。あ、こっちも青いよ。本当、うん、青いよ。結構いいよ。本ため最初はね、ジャブテントの青い本をお持ちしました。こちら木村紗友子さんのさよならアルルカン、白い少女たち。ちょっと待って、いい青使ってきてる。綺麗な青じゃないこれ。ちょっとおしゃれなよ。この一冊で何色の青も使ってるね。いや、もうだから青も200色あんね。青もあるんだこれ。青いアンミカだ。よくない？このなんかイラストはちゃんと描かれながらも青いっていう。あ、いや、すごいわ。そう、なんか森っぽい感じで。真っ青じゃないおしゃれな青ね。そう、この辺とか濃いめで。確かにこれ森なのに青いね。そうそうそう。この辺とかうっすら緑もあるんだけど、全体的にこの朝焼けなのかなみたいな光が差さっていく感じが綺麗。緑も青って言いますからね。まあ確かに。まあ、信号機ね。ね、信号機。信号機の理論だ。私、木村さんのあのこの少女小説みたいなのを読むきっかけとなったやつですね。あら、こんな青い本がきっかけです。そう、でもなんかね、これほら、ここもちゃんと青いから探しやすい青でした。うん、確かに、ね、はい、そうなん、大事なのよ、探すとき大事です。ということで、1冊目、はい、はい、なかなか青いでしょ。青だな。ちょっとね、クールめな感じで。ちょっとなんかこれは順番を考えたくなるな。そう、そういう青やってくるんだ。あ、そう、こういう青やってじゃあこっちから行こう。帯外そう。あ、いいね。帯はね、不利になること多いから。帯結構不利ですよ、今回。前回ちょっとね、黄色の時に帯でちょっとマイナスになっちゃった。たくみさん、1冊目、はい、はい、こちらです。じゃらん、道尾修介さんの水の棺。おお、あ、すごい、綺麗、すごい。あ、じゃあ横も、おお、グラデーションになってる、綺麗、はい、めっちゃいいじゃん。すごい、なんかキラキラした。うわ、もう綺麗、この2冊だけで。うん、綺麗綺麗。はい、よいよいよい。見て、この文字の周りも本当だ、なんか水色というか青というか、ね、キラキラしてんのよ。してる。だからちょっとこれに揃えてみたかったな。確かに。対抗して、ね、はい、いいですね。なんかこっちお写真っぽいね、これね。そうね、本当に、素敵。本当に、まあ沈んでると言いますか。あ、沈んでんだ、はい、まあそういうちょっとお話ではあるんですけども。これなんで選んだかっていうと、うん、青いものなんか読んだかなって考えるじゃん、うんうん、でやっぱ水とかが浮かぶわけですよ、うんうんうん。そしたらやっぱね、これ読み終わった後にタイトル見るとうってなるタイプだから、思い出させられる、簡単に。何、人沈んでる系？いやいや、違います。そう、もうちょっとあのなんていうか、比喩のような感じですけど。村が丸ごと沈む。いやいや、すぐ沈めたら。あ、違うんだ。ダム作る時のとかじゃないんだ。違う。でもめっちゃ綺麗よ、これ。ねえ、綺麗、はい、いい想定の本だね、うん、ありがとうございます。確かに今まで出てこなかったのかしら。ねえ、うん、確かに。ありがとうございます。いいね。なんか小説青向いてんのかもね。いいよ、ね、うん、なんかちょっとこうクールな雰囲気もありながらさ、ちょっとミステリアスになる、ね、うん、そうそうそう、確かに今のところそんな感じだわ、うん、ミステリアス。じゃあ次、はい、青と青いよ、うん、こちら佐藤清美さんの幽玄 F。 青いね。青いね。青いよ、これ。あの、グラデーションなし。そう、もうあの真っ青。まあ正直ね、本屋さん行った時にあかりんこれ出してくるだろうなと思った。青と思った。そうですよ、本ため文学者あかりん部門の、ああこれだろうなと思ったわ。そう、青いでしょ、これ本屋さんで目立つでしょ。目立ってたよ、ここも真っ青だもん、うん、すごい。しかも、いや、これね、あのね、本読んだらめっちゃわかる系のこの青。あ、青い理由があると。あるある、めちゃくちゃある、はい、大事なんだね、この青が。この青が大事、うん、で、そうなん、これね、中がね、実はね、ああ、真っ赤なんですよ。うわ、真っ赤で蛇が書いてあるんだけど、おいおいおい、そう、これも含めてもこれは作品をそのまま表していると言っても過言ではない。いいな、その意味のある青。そう、意味のある青、かっこいいね。そう、この真っ青から中真っ赤なのもはーってなるタイプ。うん、そういうのも語ってくれる と、 ちょっと表紙の青の説得力が増しますね。戦ってんだよな、自然にこれ。
え、でもなんかあれだね、ミステリアスとはまた一線を。そう、うん、やっぱちょっと黒とか入ってない真っ青だからね。ああ、うん、目立ってたもん、本屋ですごい存在感あった。ある。だってやっぱ一色って目立つのかもね。強いかも、うん、グラデーションとかよりはい、きっと一色。そう、読めそうで読めないんだよな、その文字が、文字がムニャってなっててね。確かに、有言 F がね、うん、ニューになってて、こっちも上の方がギューンなって、うん、読めなーいやー、これ真っ青ですね。真っ青です。単色攻めでね、うん、まあ勝てないんですけどね、もうね、さすがにそれより青い本を知らないんだけど。久美さんの2冊目ですね、次は、はい、こちらだ。あー、メタンデの生贄。確かにこれも青って感じ。まあまあそうですね、ずっとあるんだけどね、うん、青いわ。確かに青いですね、うん、背景が青って。そう、まあ、本当に文学賞でね、うん、もう匠部門で選ばさせていただいた作品ですけども、はい、まあ、青いですよ、うん、ほら青い。そう、確かに後ろの後青い、すごい。あ、後ろ見たいですよ。すぐ見つかった、じゃん、はい、あ、そう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 、青じゃん。あの怖いおじさん、いいね、いいね、裏側もいい表紙だこれ、ね、人の死体がいっぱいね、ああ青くなって積み重なってね、の上にね、おじさんが乗っかってるわ、ね、ああいやね。でもこれはやっぱあれなんじゃない、ミステリアスな青なんじゃない。確かに、なんか内容的にもイメージ的にも黒でいいと思うんだよ。そうですよね、うん、でもあえてやっぱ青の中に赤い服着たおじさんが立つっていう。あ、青赤です、これ。青赤、確かに青赤、はい、青赤がちょっと貴重となっている。青赤ってやっぱなんか印象的になるのかな、なんか反対色なんじゃっけ、ね、そうなのかもしれないな。あー、でもそうじゃない、うん、これまでの傾向分かってきたけどさ、うん、単色やっぱ赤に強いんだよね。持ってますよね。持ってんだよ。なんでだろうね、うん、でもお家で見ててもありましたもん、やっぱなんかバキンみたいな。あー、いいな、ちょっと対抗できないけど別のところで戦っていくしかない。本当ね。じゃあ最後ね、はい、これよりもう青いのないと思う。もうないですよね。ないよ、思うじゃん。でないです。こちら野原ちゃんのカルプスアルピスっていう。嘘。青い。すごくない？めっちゃ青くない？これすごくない？これなんか野原ちゃんの恋愛小説なんですけど、はい、なんかその画家の人とコラボで、その画家の人の絵がいっぱい入ってるんですよ。でその方の絵も結構青がモチーフになってて、さ、パキパキ、もう見てこのタイトル以外。文字が上に詰まってんの、ね、そう、だもう邪魔しない青、真ん中じゃないんだ。でもなんか根性というか、そう、ちょっと紫がかったね。確かに青も200色あるあるよこれ今。え、全部違う。全部違うんじゃない。結構結構そっちから違うね。これやっぱ水色っぽい感じで、うん、パキパキでちょっとネイビー系、映えるねこれね。だこことここが色ちょっと似てそうだね。ちょっとネイビーっぽいの、まあ確かにね。いやでもそうか、文字がもうね、あの僕はここでいいですってやってるの見たことないよ。僕たちちょっと邪魔しちゃダメなんで。そっちがメインじゃん普通は。色だね。そうです、そうです。いやもう無理よそれは。いや、まあ、赤いこうやって見てて、これ見た瞬間あれと思って、青いよ、青いよ。あ、しかも結構、うん、読んでるなっていう感じのするんですけど。確かにすごいボロボロ。でもともとなんか全然見つかんなくて、この本読みたかったのに古本でようやく見つけられたんですよ。なるほど。そうだから、そもそも古い本だし、多分これハードカバーで持ってる人あんまいないんじゃないですか。もう2003年初版。ああ、私実に え、でもだから20年前ですよ。20年前ぐらい。そう、だって分かり、小学校3年生だよ、9歳とかだよ。俺も生まれたか生まれたいかまだ分かんない。それは生まれてるんですよ。まだ結構分からないよ。もう10歳超えてるでしょ、だってたけんさん。ついこの前成人式行ったのか。嘘つかないで。さっき話したじゃん、もう成人式のことなんて覚えてないって。悲しいね。悲しいね。でも竹本信原さんってなんか、ね、どちらかというと、うん、赤とかのイメージ強かったし。ああ、そうそうそう、だから結構これなんか珍しいと思います、うん、すごい。野原ちゃんの中でも確か持ってるっていう自慢。青いよ、青いわ、青いでしょ。うわ、俺最後じゃん。最後ですね、一応帯外すわ、うん、笑がきしよう、笑がきしよう。綺麗な表紙だね。はいはい、これまで紹介したことなかった。ほう、ちょっと紹介したかったんだけど特定の企画はなかったから、青の本で持ってきたかったっていうのがまず1個。はいはい、はいはい、1個こちらです。じゃじゃーん、まあ、まず普通に漢字読むと、え、不実在探偵の推理ですね。はいはいはい。でアリス・シュレディンガーと、まあ、読む。アリス・シュレディンガーの推理ってこと。ルビが売ってるってこと。はい、ルビが売ってあるんですけども。あ、でも青い。青いよね、うん、綺麗。めっちゃ青いんだよ。めっちゃ青い。いやこれね、めっちゃ可愛い。説明させて。はい、青なんだよ、ちゃんと話の中に青出てくるんだよ。そうなんだ。はい、この話の中に出てくるダイス、うん、普通のまあサイコロが
青なんです。ほうほうほう。で結構ね作中の中にもね青いダイス青いダイスっていうふうに出てくるんですよ。なるほどね。なんでまあこういうふうにね青色の感じでなってるんですけども、ダイス持ってる真ん中に、はい、まあこれはもう内容で攻めるわ新しい内容で攻めような、はい、まあ、名前からなんとなくねどんなやつかなっていうのは理系の人とかはなんか想像しちゃうかもしれないんですけども、まずこれめちゃくちゃ変わってるところがあって、うん、推理はしない、推理をする、なんて言うか分かんないですけど答えから先に分かるんですよ。なんで、うん、まあ実在するかよく分からない名探偵がいまして、まあ、それはまず前提としてじゃあ、 あります、うん、でねもうね実験の内容を話した答えがまず出るんですね。でも推理発表してくんないの、で俺らは質問することしかできないの、しかも答えははいかいいえか分からないです。やば、これは水平思考ゲームアキネーターみたいなこと、はあ、で答えが分かってるその名探偵、まあ、このね不実在探偵、うん、あれシュレディンガーに答えを聞いていくんですよ質問で。ああ、なんとかですか、なんとかですかって。そう、はい、でその答えはもうサイコロでしか教えてくれないの、へ、1,2,3 はい、いいえ分かんないみたいな感じで、うん、それで我々が答えを知ってるこの人から動線を導き出すっていう。犯人とかは結構早く分かるの、はいが家で簡単に答えられるから、はいはい、あこの人が犯人ですか、でもどうしてじゃあこれはとか動機部分がうまく質問しかないと分かんないんですよ。むずっ。だからずっとはいいいえはいいいえ分からないはいいいえで出てくるこんな設定でありえるんだ。水平思考×ミステリーってことかな。だからウミガメのスープとかはいはいはい有名な問題ありますけど、うん、あれがミステリーになったって感じですよね。だからなんか多重推理みたいな感じですね一つ、はい家の中で答えられてるので一本線作って、で違う人がまた別の線作ってみたいな感じで、でも一個質問することによってその線が削れてみたいな感じで。なるほど、はい、面白い。それと青がつながるわけでは、まあ別に青が特別な意味というよりかはその作中に出てくる、まあ、会話ができる唯一の道具のダイスが青なんですよ。綺麗なね。なるほど。だからその青が使われていて実在してるかよくわからない、うん、彼女の絵になってるってことめっちゃ綺麗だね。でもそれ、うん、かわいい。あ青だ、めっちゃ青い。青いよ。名探偵の毛も裏にすればね結構青いわこっちも。おお青い青い本だ、うん、でも表紙アピールしないとじゃないですか。いややっぱねミステリーってこういうドーンって顔が多いのすごく多い。名探偵の顔ドーンとか、うん、そうすごく多い。そうですよ。気づいたんだよそれに。思ったあのさメディウムもさ青でドンじゃない人悩んだけどね。そう、それも青だ。ね、青部分が弱いんだよね。確かに上の方ですね。名探偵のいけねえといいとこよ。でもなんか名探偵のいけねえの方が青く感じますね、うん。なんでだろう。でも私この多分アリス・シュレディンガーのやつも本屋さんで読んでなんかすごい綺麗だなって思った記憶あります。あ、ほんと、うん、頭に残ってた。よかった。ああいう名前の数学の本とかありません？小説じゃなくて。ああ、シュレディンガーまあ、有名な物理学者ですからね。うん、こういう女の子のイラストとかでたまにそういう数学系の本とかあって、はい、そういうシリーズありますね。可愛い女の子が表紙になってるシリーズありますけど、はい、たまにちょっと騙されそうにというかまあまあ、まあ、なりますね。多くの受験生を騙して中はがっつりとした中はねめちゃくちゃ真面目な、ね、優しい本なんですよね。ああいうシリーズなんかまあキャラでねなんかちょっと読みやすそうに見せるみたいな、はい、受験生の参考者多いですねキャラクターがね。まず特化狩りをという半ため。あでもやっぱ青の方が黄色よりもなんかこう作品のイメージはつきやすいかもしれないですね。まあそうね、特にあの、うん、理由もあるやつが多いよね、うんうんうん、青であるっていう。そうですね、作中にもやっぱ青ってのは出てきがちですよね、うん、はい、そうかもしれない。だからこれ赤とかになったらもうめちゃくちゃ匠さん有利になりそう。そうね、有利って言い方変だけど赤ね有利だと思うわ。そう、血だからさ、うん、やりてやりてなんか赤真っ赤とかも赤と黒みたいな、うん、やかりんも持ってるでしょ。やかりんもあるんだよな。浮かぶもん、もう俺も浮かぶ。でもね一個ね紹介したやつで真っ赤な本ありますね。あったよね。ありました。なんかここもみたいなあるよ。そうそうそう、全部赤いです。あれね野原ちゃんだった。やっぱ野原ちゃんが多分ねあるんですよ。真っ白もあって真っ赤もあって真っ青もある。すごいくね。ドピンクとか逆にない気がするな。もう出しますよ次の作品。出してくれるかな新作で。ピンクはもう3選でいいかな。ピンクは3選。匠さんさすがに出せない。3選でいいですか。ないです多分。これ見てて思ったのは、うん、ちょっと表紙のイラストで、うん、可愛い女の子3選とかできそう。すごいことになるよこれじゃん。もうみんな顔よ。そうそうそれこそメディウム並べ出すね。ね、入っちゃいますよね。可愛い。
それこそミステリーでもありますよね、あの綾辻先生のどれだ、わかんない、いっぱいあるかも、あ、わかりました、アナザーのこと言ってる、あ、アナザーだ、アナザー、これね、そうそうそう、これね、上下感で、はいはい、あの3世の時にじゃあ2冊分持ってくることや2冊分で、そう1冊でこの女の子そういうのも面白いし、ね、表紙で好きな女の子3世、多分それはたくみさんのがいっぱいの持ってるから、そうだと思うよ、ここだけでももうすでにねっていう、そう2だから、はい、2人いるからちょっと探してみてください、この、はい、いや面白かったわ、面白かったですね、いろんな発見があってね、いいですね、青も200色あるということで、この動画面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。皆さんも青い本自慢コメントでしてください。はい、うん、あと公式の X あるんでフォローよろしくお願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。二人これ探すときに本棚バーッと見たと思うんですけど、はい、何色が多いとかありました？まあ、あの背表紙は黒ばっかりでしたね。基本的に、ね、まあ背表紙は黒多いか、ここもだってそうでしょ、大体結構、私結構でも白とかも多かったですよ、あ、白白白に黒で文字書いてあるみたいな、はいはいはい、白ね、白黒はまあもう普通に背表紙だけでいったらそうです、ね、でここをこうやって見るとね、うん、そんな白もないし、なんか家庭流をね、カラフルですよね、しかも、うん、家庭流が、まあ、単色じゃないからな、まず、うんうんうん、ああ確かにそう、真っ赤とかもあんまないですね、ないです ね、あ、やっぱレアだよ、うん、レアなことやってるよ、単色みたいな、ああ単色企画は、うん、明かり強いな、強いよ、じゃあ次真っ赤でやりましょう、まあいいよ何真っ赤やってみようか